ちゃ。こんにちは。さあ、豊さん、はい、まあ、4月、5月、まあ、5月半ばになろうとしている中で、はい、いろいろチームがね、走り出した頃と状況とかも変わってきたり、うん、あれ良かったのに…点々で、あれ悪かったのに上がってきたとか、いろいろありますよね。まあなあ、うん、まああるけど、はい、なんかスタート時点で、大体なんかそれが見えてる状態を、まだこう、ひっくり返してるチームはいないという。あ、まだそこは、うん、まあ、ヤクルトが最初出だしでちょっとつまずいたけども、はい、そうなんですよ。まあ、やっぱり自力あるよな。ですよね、うん、あそこら辺はやっぱり昨年の自信と、はい、やっぱり4番村上がしっかりしてるという、まあそういうところかな。まあ現段階でヤクルトと、ヤクルトが首位で、はい、まあ、広島とゲーム差なしではあるんですけれども、ね、最初つまずいてからここまで、うん、まあ、バーッと上がってきたっていうのは、まあつまずいたというか調子がある程度こう出なかったというかね、うん、まあ、エンジンを温めてたっていうような、はい、まあ、そんな感じがしたし、まあ、最初の前半っていうのはその中継ぎ陣がちょっと不安定さがあったんだよね、はい、だここに来てまた頑張り出してきて、うん、まだ枚数がちょっと足りないけども足りてる中の人間で、はい、やっぱしっかり仕事はしてるよね。そうですね。あと、うん、その奥川投手がいなくなった時にはどうなることかとやっぱり思ってたんですけど、うん、まあ、そうだね、それでもやっぱ投手陣が踏ん張ってるというか、まあ、踏ん張ってるし、うん、まあ、サンタナが抜けてどうかなっていうふうに思ったけども、はい、やっぱこう上位打線っていうのはいいね。いや、いいですよね。で、塩見をさ、はい、人がいないから5番に据えたりだとかいろいろしてたけど、塩見がやっぱり1番に帰るとやっぱいいね。躍動感出ますね。躍動感あるし、うん、他のチームが脅威を思うよね。やっぱ足もあるし長打もあるしさ、でそこからのその流れ、村上までで、まあ、大瀬良もいいかな、うん、だから、まあ、そこら辺までの打線っていうのは、うん、本当気が抜けないというか。そうですね。ただひとたび下位でチャンスを作れば、はい、上位が仕事してくれる、うん、そうですよね。だから打線も、まあ、時折停滞するけども、もちろん打線だからね停滞はするけども、でも大きく崩れないね、あそこはね。その村上選手が最初出だしどうかなっていう時もあったんですけど、ここに来てやっぱりあのグランドスラム2試合連続な、はい、すごい調子がこう上がってきてるのかなって、うん、いや内容がものすごくいいよ。やっぱそうなんですね。あ、真っ直ぐを打った、あ次の日フォークスプリットを打った、はい、だからまあ試合3連戦の中でつながってるよね、うん、そのボールの待ち方とか、はい、だからやっぱり日々成長してるっていうような、うん、そんな感じがするよね、村上はね。そうですよね、うん、打ってもそうです。で先ほど言ったその豊さん、その1番に正美選手だったりとか、あと足を使える選手が多いので、うん、例えば足で帰ってきて例えば巨人にあの勝った試合だったりとか、まあそうだね、まあそれはね巨人の話すると、はい、あそうですね、巨人ウォーカーの、はい、やっぱ守備っていうのが目をつぶっていいのかなっていうところまでちょっと来てるような感じがするんだよね。あのレフトの守備ですよね、うん、やっぱ取る取らない、まあ、それもあるけども、やっぱ投げれないっていうのがさ、もう相手に分かってるから次の塁を与えてしまうよね。だからそこら辺はやっぱこうジャイアンツってのは厳しいよね。あの、まあ、ウォーカー選手今打ってもいるのでやっぱり使いたくなるとは思うんですけど、うん、豊さん的にはどうしたらいいですか、そのウォーカー選手の使い方って。打ってるでも守備が どうするこれやっぱね難しいよ、うん、怪我人がいるからさ、まあ、例えば坂本と吉川がいるんであれば、うん、はい、ちょっとウォーカーを この試合は下げようかなとか、うん、これ1点差勝負になるなって思ったら下げるとかできるんだけど、うん、はい、やっぱとりあえず今は何点取れるかわからない打線だし、まあ、ジャイアンツって今日ホームランで勝つチームだから、うん、だからホームランを打てるバッターをこう使うというか、ね、うん、優先的に、だから中田翔がこう上がってきたりだとか、うん、まあ、ウィーラーもいると思うんだけどね。ウィーラーがね上がってないのが、でウィーラーもいるだろうし、うん、まあ、そこら辺中島、まあ、そういうあたりを、まあ、セカンドで使ってもいいのかなって。まあ、中山ライトが悪いっていうわけではなくて、はい、なんかこの危機的な状況の中で使われる若手っていうのはもう自分のことだけしか、自分のことで精一杯だと思うんだよね、はい、チームに貢献するとかそんなことよりも自分のことでいっぱいなんで、はい、なかなかこうチームと噛み合ってこないようなそういう気がするんだよ。まあ、ウイラーもセカンドやってただけに、あセカンドサードをサードをやってただけに、うん、まあ、セカンドで使ってもマギーっていう選手がさ昔、あ、はいはいはい、あのセカンドで急遽使われて、はい、まあ、打ってみたいな、うん、ですぐ勝ってたら変えるとか、うん、まあ、そういうことしたんだけど、そういう状態であってもいいと思うんだよね巨人。あ、もうとにかく点を先に取って先行して、はい、そういった守備の悪い人間たちを引っ込めるという、だからで逃げ切るという、先発メンバーに
そのウォーカーはいてもいいけれども早くホームランとかで点を取って下げて、まあ、例えばレフトに例えば松原選手だったりとか、うん、たださ昨日みたいに初回に攻撃を食らうとさ、うん、もうちょっと変えようがないからねいやそうですよね、うん、点取らないといけないそうそうそうだからすごくやっぱ厳しいと思うだからあのセンターの丸選手がもう右行ったり左行ったり守備で大変ですいやまあそう大変だよただその丸も特別守備範囲が広いとかね、うんうんまあ、そういう選手じゃないだけにやっぱ丸の負担っていうのはすごく大きくなってくるよねあと例えば今守備でもそうなんですけど、まあ、広岡選手だったりとか、うん、あと八百板選手も出したりとか勝木選手とかも出てきてますけど、まあ、中山ライト選手もそのあたり豊さんどうやっぱねこういう危機っていうのはある程度経験値が高いまあ、ベテランと言われる選手たちがやっぱ頑張ってほしいよねだってピッチャーも若い野手も若いじゃさ、うん、じゃあチームを編成し直して作り直そうかっていうようなことじゃない、はい、三塁コーチの元木もさ、はい、結構回してホームでアウトを食らってるけどさ、はい、だからあの気持ちも分かるんだよね点をとにかくってこと点をとにかく次代打なのかっていうのも確認しといた方がいいよああそれもチームで、うんうん、次がもうどんどん弱くなるからバッターが、はいだ回したくなる気持ちは分かるんだよねサードコーチは俺もやったことあるから、うん、ただこれはもうベンチの読みでもいいよ、はい、いや原監督だったらこれチャンスでここ止めたらチャンスが広がってるから代打送ってくるとかそういうのをちゃんともうベンチと確認した方がいいと思うよ、うん、これ打ったらこう変えるかってピッチャーを変えてとかっていうのバッター変えて勝負に来るのかとかやっぱある程度考えることも大切だし確認することも大切なんだよね、うん、サードコーチャーって、うん、だから元木はね俺走塁がうまかっただけに、うん、やっぱ回したい気持ちも分かるし、うん、で、ね、打線がこう下位に落ちていくっていうのが分かるから、はい、回しちゃうんだと思うんだけど、うん、紙一重でアウトになってるよね全部そうなんですよねだからまあそこら辺もやっぱ巨人の、はい焦りかなっていうふうに思うしねそうですよね、うん、そして豊さんがちょっと危惧最初の頃から危惧してたのが若手のピッチャーがやっぱりムラが出てきたり、うん、この後ずっと続くとはやっぱ最初の頃から思わないとおっしゃってたように、まあそうだね、やっぱり打たれ出したりムラが出てき始めたりとか、うんまあ、菅野投手もいないですし、まあ、菅野はねもうちょっとで帰ってくるみたいな あの報道があったけども、はいまあ、だけど菅野も帰ってきてみないとわからないからねはい例えばウォーカーがああいう守備されるとさ、まあ、点に直結してくる可能性もあるしね、はい、だからこれは帰ってきたからってもろ手を挙げて万歳ではないし、はいまあ、若手っていうのはある程度開幕から1ヶ月経つとやっぱ疲れは出てくるしね、うん、でこれ疲れが抜けた時に、はい、それでやられた時の記憶がどう蘇るのかっていうことだよね、うん、で記憶の勝負もあるここでああこの前は打たれたなとか、うん、そういうことであるともうちょっと悪い結果しか生まないしね、うん、若手がどういうふうに考えてどういうふうな記憶を持ってるか、まあ、それによってまたちょっと違ってくると思う、ね、例えばこの後、交流戦がもうすぐ控えてますけどヤクルトはこのままの勢いでいきそうでまあそうだねヤクルトはね、うんまあ、あんまり大崩れは俺はしないと思うただやっぱ中継ぎに故障者が出たりだとか、はい、したらちょっと苦しくなると思うけど今でもねちょっと枚数がねあと1枚ぐらい欲しいなあと2枚ぐらいいてもいいなっていうぐらいの、はい、今もう本当にいる人間で頑張ってるけどさ、うん、今後ちょっとそこら辺が心配な部分ではある、ね、で巨人はじゃあゴール、その交流戦までどういうふうにしのいでいくしかないいやだから、まあ、もうとりあえずそのカード3連敗しないっていうことをまず考えるということだよまだ言っても貯金がある状態だし ね、ま、だからまあその貯金もあっという間にこのままの状態ではなくなるということを考えると、はい、前半は攻撃型もう後半になってから守備型、はいにしないとね、うん、でまともに戦ってても今年の巨人っていうのは、まあ、エラーが各球団よりも多く記録されてるしだからそういう意味では投打とも非常に今は苦しい状況にあると思う広岡選手はやっぱり使いたいですか広岡にこだわるねじゃなくて広岡は、うん、やっぱり広岡は魅力があるよ
バッティング、うん、バッティングいいですよね。だからまあ守備守備って言われてるけども、うん、やっぱ大岡の守備よりはいいからね。あ言ってもそうですね。いや本当に、ね、確かに。だから広岡はもう最初前半出ててもいいよ、うん、だからといって守備固めにうまいやつが控えてるかっていうと、うん、そうでもないからね。確かに、うん、だから苦しいと思うよね。そうですね。今4位の中日と 0.5 ゲーム差になってしまってますね、はい、で広島ね、2位が広島です、はい、広島はね今年ね徹底した戦い方をしてるよ。例えば鈴木誠也が抜けた、はい、もうダントツに多いのは送りバント、うん、まあそれで打線をつないでいってるという。だからここら辺の徹底さがあるから、はい、選手は分かりやすいんだと思うよ、うん、これがなんていうのブレてここは打つここは送るまた打つとか、うん、結局何がしたいのっていうことじゃなくてもうここら辺は攻撃の中では徹底してるよね。それとみんな上位打線、まあ、西川はじめ、まあ、坂倉とかああいう人間っていうのはあの非常に状態いいし、はい、だからここら辺は、まあ、堂林もいいしね。でここら辺はなんか、まあ、ずっと安定していけるかなっていうような感じはするんだよ、うん、あとはやっぱこれを長持ちさせるには小園だよね、はい、どうしたらいいですかね。どうしたらいいどうしたらいいっていうのは真剣にやれよみたいな今どういう感じになっちゃってるんですか本人の中で。まああれだけね素質がある人間も、はい、やっぱこう焦るんだね気持ちが、うん、結果が欲しくて、はい、そうじゃなくてやっぱバッティングの基本ってセンター返しだから、はい、センター返しをした後に体が崩れないように保てばいい。それだけで治ると俺は。もう本当にちょっとそのことだけでいいんですね、うん、それが難しいんだよ試合になると、うん、それはね練習の時はできても試合の時なかなかできない。いろんなコースに投げてくるから、うん、でも基本センターに置いといて振り切った後に体が崩れない、はい、右足がどっか行かないとか、うんうん、右足も踏ん張っとくという形で踏まれるようになったら、うん、これはあの上がってくると思う。まあまあゲーム差なしで2位ですけれども、うん、小園選手の状態が上がってくることによって広島が結構もうちょっと打線が、うん、あのつながってくるような気がするね、うんうん、それとピッチャーの先発ピッチャーはあんまり心配ない ね、 そうね。新しく入った外国人ピッチャーもすごく良かったので。あいいね、はい、いい使えるね、はい、まあ大瀬良、はい、森下、うん、床田、九里みたいな、まあ上げればね結構まあまあゲームはしっかり作るだろうなっていうような、うん、そういうピッチャーがいるし、はい、では心配ではない、うん、もうピッチャーに関しては、うん、ただやっぱ中継ぎだな問題はな。8回を誰にするのか栗林が最後まで持つのかとか、うん、まあそういう心配はあるにしても、はい、今は状態いいね悪くはない。ただ浮き沈みがこうあるからな、ね、連敗したら連勝するというこれを2勝1敗ペースに保っていけるとねより安定感は出てくると思うけど、はい、そのためには今のところ小園と中継ぎだよ。そこがキーになってくるということですね、うん、さあ今日その 1,2,3 の一応上位3チームやったんですけれども、はいはい、これ、どうします。下位3チーム、うん、次回に回します。いややってもいいよ今日行きます。そのまま、うん、やってもいい。じゃあそのまま行きましょうか、はい、で今現時点で4位なのが中日、はい、で3位の巨人と 0.5 ゲーム差なんですけど、うん、よく頑張ってんな。頑張ってるんですよ。いや頑張ってるよ。これだけやっぱり4番のビシエドがさ、はい、この前1回ヒーローインタビュー受けたら次の日ダメとかさ、はい、まあ、ものすごい波があるんだよね、うん、まあ、その中でやっぱなんとか勝ってるというかさピッチャーの踏ん張りでね、はい、まあ、勝ってるんだけども、うん、これがやっぱ夏場になってきて打てないとピッチャーへばってくるからね。だからその備えをやっぱある程度しとかないと、うん、しとかないとって言っても今厳しい厳しいよね。急に打てるわけじゃないからね。そうなんです。しかもあの新型コロナウイルスに木下捕手かかってしまった、まあ、大きいなこれはね、はい、で今深井選手再検査待ちだったりとかあと石川選手も、ね、かかってしまったりとか、まあ、大島怪我で大島選手いな い、 い、ね、でキャッチャーがとにかくいないんです。桂選手が負傷でキャッチャーいない。まあまあそれもしょうがないよね。他はいいキャッチャー抱えてるからねと言ってもね、まあ、出してくれないと思うけど、はい、まあ、でも強打をね、あ、そうなんですよ、強制送還させるとか、はい、結構立浪職っていうのも出てきてるしね、はい、まあ、厳しさも出てきてるし、うん、ただやっぱりやるべきことっていうのは、うん、やっぱ夏場ピッチャーが疲れてきてる時にいかに打つかっていうね、まあ、そこだと思うよ。まだピッチャーが疲れるまでには少し時間があるから、はい、ここで立て直せるかどうかだよね打者陣を。いない中での今のメンバーでそうしなきゃいけないですね。いやそうしなきゃいけない、まあ、戦略もあるだろうしね、はい、点を取る戦略もあるだろうし、うん、そこら辺はやっぱある程度考えていかなきゃいけないということだよね。そうですね、うん、さあそして DeNA です。 DeNA はねマラソンで言えば谷口さんが給水所でこけて靴脱げたってありましたね、まあ、調子よく走ってたらそういう状態になるんだよ、はい、だからその負の連鎖というのが結構こう回ってきてる、うん、
揃ったなと思ったらコロナ、かける、ね、はい、コロナが戻ってきたなと思ったら怪我、はい、まあ、こういう繰り返しだとやっぱチームは浮上はないよね。一度もベストメンバーで戦えてないですからね。だからといって同情するのかというとさ、はい、やっぱプロってさ、はい、やっぱ最新の注意を払う、その中で怪我人が出るっていうのもこれはもう仕方ないんだけどさ、はい、やっぱあまりにも多すぎると、はい、やっぱチームの緊張感かっていうふうに思っちゃうこともあるし、だからもう少し、はい、なんていうのかな、まあ、自覚なんだろうね、選手の体のケアとか、はい、体に対してのお金のかけ方であったりだとかさ、はい、まあいろいろあるとは思うけど、だけどこれ本当にこうしらけるよね。そうですね、まあ打者もそうですし、まあ、ピッチャー陣もそうですよね、うん、よしこれで戦える体制ができた、うん、ああここで連勝した、よし次のカードからいけるやろうと思ったらまた負けたりだとか、怪我人が出たりだとかさ、はい、やっぱこの状態をやっぱこう続けてるようでは、うん、やっぱもう持たなくなるよね。そうですよね、うん、やっぱ他も必死で戦ってるからさ、はい、だから早く体制を整えば、うん、まだギリ間に合うよ。まだ間に合う、間に合う。それでも今5位にはいるので、5位にいるってもさ、下から2番目やからな、うん、そうですね、いるので言ってもさ、確かに今4位の中3ゲーム差ですけど、中日まで、中日、中日、そうで目の前の上の中日は3ゲーム差なんですよ、ね、あ、だからまだ間に合う、まだ間に合うから、うん、だから早く体制を本当にしっかり立て直してほしい。これベストメンバー揃うのいつになるんですかね。いやそれは分からんな、ね、ベストメンバーっていうのはやっぱりオースティンを待たなきゃいけないからね。あ、ちょっとね、見通しがあれですけど、まあ、そうだな。そして阪神がね、まだやっぱりちょっと調子が、うん、阪神が良くなったなと思って、うん、よし明日から甲子園って、うん、2試合連続完封やからな、はい、もうね、ファンはがっかりするよ、よし調子よく戻ってきたぞみたいな、うん、よし本拠地だって、はい、応援しようって完封だから、これはやっぱね、ちょっとしらけるよね。そうですよね、だから周りがしらけるっていうことはやっぱ中の人間たち多少しらけムードなのかなっていうような、そんな気がするよ、うん、思わざるを得ないような状況ですもん、ね、そうだね、やっぱその監督がああいうことを言った、うん、ね、やめるって、でやっぱ選手の中のリーダーだよな、はい、例えば大山だったら大山が、うん、もう監督関係ないと、うん、ね、監督は辞めるかもわからないけど俺たちは続くから、うん、私頑張ろうよって、ね、一つでも上の上位を、あの順位を目指そうよとか、うん、なんかそういうことがあってもいいよ。コロナでさ、決起集会とかさ、はい、昔はあったんだけど今コロナの状態でできないと思うけど、ね、でもなんかこうやっぱりリーダーが、はい、強烈なリーダーが欲しいね。そうですね、今その阪神でじゃあ強烈なリーダー誰かっていうと近本ができないのかなとは思うけどね。一応キャプテンは坂本選手がしもやってるんですけど、ではなく近本選手あたりだったりとか、やっぱレギュラーがやってほしいよね。あ、梅ちゃんとの併用になってるけど、はい、まあ、坂本っていうのはそれだけのリーダーシップがあり、うん、そういう人間性を備えてるっていうことでキャプテンになったとは思うけど、はい、その言葉に果たしてみんなどれだけの説得力を持ってるのかっていうね、うんうん、感じてるのかっていうのは、まあ外から見てるだけだからわからないけどもね、うんうん、だけどやっぱり強烈なやっぱリーダーシップを取れる人間、負けず嫌いな人間、うん、まあこういう人間がやっぱ引っ張ってほしいなと思うよね。本当ピッチャーはね、頑張ってる分なんとか打ってこうほしいな、まあまあそうだね、っていう、だからまあ打つっていうことになってくるとやっぱ大山もうちょっとしっかりせよみたいな、ね、まあ、一生懸命やってるけどね彼はね、だから攻められないけども、もう一つ皮向けてくれんかなと思う。あの DeNA との差がまあ 4.5 ゲーム差で、まあ、25からでしたっけ、交流戦が、はいはい、始まるのが、はいはい、まあ、そこまであとまだもうちょっとあるので、なんとかその交流戦までの間に一つでも借金減らして、まあ、上にと思うんですけど、交流戦だったらね大変なことになると思う。これどうなんで、交流戦でどうなんですかね。俺ね、交流戦はね今年ね、うんうん、ヤクルト広島はいいと思うよ。おー、この2チームは、うん、他のじゃあ4チームは、他のチームは苦しむと思うよ。パリーグにちょっとやられてしまうんじゃないかと、うん、広島はパリーグのバッターを対して、はい、あのちゃんと戦っていけるだけのものはあるね、はい、状態もいいし、ヤクルトもそれに近いかなっていう、うん、まあ、中継ぎもいいし、で巨人はやっぱ若手とか、まあ、融合だけども、うん、これは結構厳しくなるかも。
ただ DH を使えるっていうところを考えると、うん、まあ多少守備は良くなるかなっていう。そうですね。で中日はパリーグの投手陣を打てるかなっていうことがやっぱり心配だよね。今の打撃打力の、うん、抑えても打てなかったら勝てないからね。で DeNA はやっぱこう攻守ともちょっと弱い。で阪神がムードが悪いです。そうですね、うん、だからそういう意味では交流戦入って対等なのはやっぱりヤクルト広島、あのいい、この辺りかなっていうふうに、うん、他のあの4チームはちょっと苦しむかなっていうような。だから交流戦なんか言ってられないんだよね。そうですね、残り4チームは。パリーグは早く交流戦来てくれないかなって思ってる節はあるけどね。そういうチームパリーグ多いでしょうね。そうですね、まあ、とにかく、まあ、今日はセリーグのちょっと1位から6位のその6チーム見ていきましたけども、はいはい、とにかくはあの交流戦前まで下位にいるチームは1つでも貯金減らしてっていう、うん、上位のチームは1つでもこう貯金増やしてっていうことになってきますね。はい、